浮世の風は日本の競走馬繁殖品馬主な勝ち倉は2013年のクイーンカップ、2015年のキーンランドカップ、2017年の福島品馬ステークス。馬名の由来は浮世の風。母のアドマイヤダッシュは現役時代、新馬戦で急馬審査話して勝利するなど、7戦1勝という成績を残し、競争場を引退、スマイルファームにて、 繁殖品馬となった。初年度はディープインパクトの前弟であるオンファイアが種付けられ、大馬を出産し、後に競争馬としてデビューを果たす。次年度はスリリングサンデーを種付けられたが、産ンを得られなかった。3年目、オーナーのこだわりから、再びオンファイアが選ばれ、2010年3月30日。 ミホのブルボンなどを生産した原口刑事牧場を前身とするファニーフレンズファームにて本、馬が生まれる。当時の牧場では同世代のワイルドラッシュ産区に期待が集まっていたが、中期育成のためにスマイルファームに移動してからは、格段に浄化し、浮世の風の方が目立つようになった。牧場では、怪我や病気とは無縁で健康で強い力を持ち、 かつてがかからず、悪いこともしない馬であったという。育成をこなした後、美穂トレーニングセンター所属で、母の新馬戦に起乗し、勝利を挙げた、菊沢隆則調教師のもとに預けられる。スイートサルサとは、新馬戦から4回連続化を合わせた。2012年11月4日、東京競馬場の新馬戦に、短期騎士免許で、中央競馬に起乗中だったフランス所属のヨリッツ。 メンディザバルを安城にデビュー。単勝オッズ50.7倍の10番人気という評価で出走することになった。後方から最後の直線に侵入、逃げ先行集団を外から差し切り、後続のスイートサルサなどと差を広げ勝利、新馬戦勝利を果たした。メンディザバルはジャンプして出ることを利用してうまく中段につけられた。ステッキに反応して長く、 足を使ってくれたと振り返っている。2013年1月12日、重傷初出走となるフェアリーステークスに横山範博を安城に出走。逃げ粘るクラウンローゼとサンブルエミューズをババの外側から捉えようとしたもののクラウンローゼに頭差及ばず2着に敗れた。菊沢は予想以上に中山のコースをこなした。距離は伸びても大丈夫。と評価した。 続いて、2月9日のクイーンカップに、ウィリアム・ビュイックに乗り換わって参戦、単勝オッズ8.3倍の4番人気に押された。後位の4番手で追走し、そのまま最後の直線に入ると、ババの外側から進出。逃げる G にマジックを差し切り、後方から追い込んだ、スイートサルサ、イルミナンスを振り切って、勝利、重賞初制覇を果たした。なお、 この勝利によりビューイックは JRA 重賞初制覇。菊沢は旧社会業後初めて平地重賞を勝利し、また、騎手時代、1998年に A 大クイーンで勝利していることから、騎手、長教師2つの立場での同一重賞勝利となった。陣営は、大賀賞のトライアル競争に出走せず、大賀賞に直行する予定で調整が進められていた。 しかし、クイーンカップから疲労を十分に回復することができず、大歌唱出走を断念。代わって、優秀品馬を目標とすることとなった。千葉県、香取市の下草トレーニングセンターにて、優秀品馬出走へ調整が進められた。ところが、左前の脚部不安のため断念し、結果的に春の出走は叶わず、全休となった。その後も、脚部不安を引きずり、 休養中2600万円以下への高級した。そのまま繁殖品場として競争馬引退という選択肢もあったが現役を続行し、復帰は前走から1年9ヶ月後の2014年11月15日、ユートピアステークスで10着となった。復帰後、2桁着順での入選が続き、勝利を挙げることができなかった。しかし、7月4日の函館競馬場、 TVH 杯に出走。広報待機から最終コーナーでバグンの一番外を通って追い込み、出走12頭中短賞10番人気という低評価ながら勝利、オープンクラスに再び昇格することとなった。レースに帰場した4位広文は、かわす時の一瞬の足が良かったと評価している。約2ヶ月後の8月30日、同じ北海道の札幌競馬場。 金ンランドカップに単勝オッズ29.1倍の8番人気という評価で出走した。最後方の位置で進み、第3コーナーからまくって、最後の直線に入ると、先頭に立って、うちの先行勢と差を広げ、外から追い上げてくる東方アマポーラなどを封じて、勝利、2年ぶりの重賞勝利で、重賞2勝目を達成した。また4位は、 前週の札幌記念に続く2週、連続重賞勝利を果たし、仕掛けてからの反応がすごくて驚きましたと評した。初出走の GI で3着となった浮世の風。10月4日、優先出走権を得た身で臨んだ、スプリンターズステークスに参戦、単勝オッズ19.6倍の9番人気の評価で、GI 初出走となった。道中では、後方の位置し、最後の直線に入って、 大外から追い込んだ。ストレートガールが先に抜け出して1位入選を、果たし勝利する中、その後方で上がり3ハローメンバー中最速の32秒8で追い上げ、ミッキー・アイル、ウリウリなどを外から差し切り、ストレートガールに0.2秒4分の3馬身と、首差離された3着となった。6歳となった2016年は、新設重傷ターコイズ・ステークスで4着が目立つ。 程度で未勝利に終わる。回での入選が続く中、7歳となって3戦目。2017年4月22日の福島品馬ステークスに吉田隼人が初めて起乗し参戦。単勝オッズ6.7倍の3番人気に押されての出走となった。後方から進み、最後の直線で外から追い込むと、馬場の内で粘る黒コスミや電光暗示をかわして進出。さらに、 先に抜け出していたクインズ・ミラー・グロ、フロンティア・クイーンを決勝戦手前でかわして、勝利、2着となったフロンティア・クイーンに、首差の決着で、重勝3勝目、1年8ヶ月ぶりの勝利となり、ビクトリア・マイルの優先出走権を獲得した。吉田は、直線で前が壁になるロスがあったが、きっちりと差し切ってくれた。年7歳には見えないくらいフレッシュと評した。 優先出走権を得た身で臨んだ5月14日のビクトリアマイルでは、タバとの接触も影響し9着に敗れ、以降勝利を挙げることができなかった。11月12日のエリザベス女王杯にて、勝利したモズカッチャンから1.9秒離された18着、再開となったのを最後に競争馬を引退。11月16日付で JRA の競争馬登録を抹消した。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。競争場登録を抹消し引退した後、北海道猿群日高町のスマイルファームにて繁殖品馬となった。初年度はリオンディーズが荒廃され、2020年4月16日に初号を出産した。ありがとうございます。